汐留住友ビルは東京都港区の汐留地区に立つ超高層ビル。低層部にホテルビラフォンテーヌグランと汐留が入り、高層部がオフィスフロアと貸し出されている。住友不動産が住友生命と組み、汐留再開発地区の D ホク外区にオフィスとホテルを併合した高層ビルを建設し、2004年7月末に竣工した。総工費は720億円。 潮止めのみならず、東京において最大級の競争力のある事業ビルを目指し、国内の大手企業、外資系テナントが望む高度なスペックすべてを満足させようと試み、基準階でネット面積は3600平方メートル、奥行きが深くて長く、天井も高いオフィススペースを確保し、ディーリングルームと高負荷なオフィス対応も可能な情報、セキュリティ、 バックアップ設備を完璧に装備した。また、超高層ビルでありながら免震構造の採用によって地震にも安全なオフィスとした。フロア構成は、全面を通過する、ゆりかもめや JR 線を考慮し、低層部を主に夜間利用されるホテル、高層部を賃貸オフィスとし、1階に、もてなしの空間となる、塩止め最大級のアトリウムを設けた。なお、 住友グループに属する三井住友カード。東京本社は浜松町の潮止めビルディングに本社を置き、本ビルには部署を置かない。ホテルロビー住友不動産が運営する高価格ビジネスホテルであるビラフォンテーヌのフラッグシップホテル。1階から10階がホテルで部屋数は497室。ジムフィットネス施設も備える。ありがとうございます。